皆さんこんばんは。こんばんは。はい、今週も金曜日オンファイヤーの、お家からのシンプルチャーチ、お家からの賛美の時間を皆さんと一緒に過ごせること、光栄です。今日は東京から、またシンガポールから、大阪からも仲間が駆けつけてきてくれました。この時間皆さんと一緒に、世界中にいるかな、日本中、皆さんと一緒に参加できること、同じ一つの神を一緒に、讃えることができること、本当に感謝します。今日は、リードをそののぶこさん、のぶちゃんにお願いしたいと思っていますが、賛美の途中で、そうですね、聖霊様の流れに従いながら、ぜひイエス様の体と血を覚える聖餐の時も一緒に取りたいと思います。その時間になってこうバタバタしたらまたもったいないので、もしできたら今のうちに、お家に、あるかな、ブドウジュースはいきなりないかもしれませんが、麦茶でも、パンがなかったら もしかしたらおかきでも神様、イエス様の体とイエス様の血潮のシンボルになるなと思うもの、神様に聞いてこれできるなと思うもの、もしよかったらあらかじめ準備をしておいていただけたら、また同じタイミングで生産式もできるかなと思っています。じゃあ神様、今日もこの時期待してあなたを賛美します。はい、のぶこさんお願いします。イエス様、あなたを本当に感謝します。私たちが今こんなに素晴らしい人生があるのは、本当にあなたの人生が私たちに与えられたからですから感謝します。自分たちで見つけたのじゃなくて、あなたが見つけてくださったことを感謝します。
その裂かれた体と流された血を感謝します、私たちがあなたの死とよみがえりを覚えて、ちゃんとワインを分かち合えることを感謝します。その血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。Thank you, Jesus. 先ほども、賛美の中でのぶちゃんがリードしてくれた賛美の中で歌いましたけど、十字架の上ですごい大きい物々交換が行われたんですよね。私たちは、罪がありましたけれどそれが許される、こんななんか無条件の愛はありませんね。今イエス様はそれをこうずっと覚えててくださいねって、いつも集まる時は忘れずに私の体私の血のことを覚えててくださいねというふうにおっしゃられました。私たちはそれをこの2000年経った今もこの日本の地でこの仲間と今日は一緒にやりたいと思います。そしてライブで見ていらっしゃる皆さんと一緒にイエス様の血潮と体を覚える、イエス様がくださった命、永遠の命、そしてあらゆる罪からの許し、あらないを覚えていきたいと思います。じゃあマリア、まずパンについて体についてお祈りしてください。はい、今イエス様あなたの体のことを私たちに本当に改めて考えさせる時間を感謝します。このあなたがこの地上に来てまた人として本当に触れられる体を持って私たちにあなたの存在を示してくれたから、本当に今こうしてこの世代まで伝わっていること本当に感謝します。またこの体を実際あなたに触れたその時代の人たちから本当に伝わって本当にあなたが
その人生を尽くして私たちに奇跡やいろんなことを教えてくれたから、本当に今でも知れ渡っていること感謝します。あなたの体を本当に感謝します。感謝します。じゃあ皆さん、イエス様の体をいただきましょう。私たちもあなたを救い主と呼びます。そして救いの国、本当に感謝します。私たちにその永遠の命を与えられただけではなくて、癒しも解放も贖いも祝福も全部あること感謝します。Oh, yeah.
聖霊による喜びですから感謝します。神の御座には喜びが満ちています。神の御座にはあなたを崇める心が満ちています。昔話の地
主よ、ここが私たちのお家です。ミザのある部屋が私たちのお家です。そこに私たちの名前も書いてあります。私たちの椅子とテーブルもあります。そこで私たちはご飯を食べます。お父さんと交わりをします。天使たちが私たちを囲んで、聖なるかな聖なるかな聖なるかなと叫んでいるところで、私たちは命の水を飲みます。ハレルヤハレルヤ、おーハレルヤ、今その命が流れています。ハレルヤ、私たちは命の水を今この天から地に注ぎます。ハレルヤ、命の水を天から地に注ぎます。清い命の水を乾いたこの地に注ぎます。感謝します。なので
そうです、あなたの水を感謝します。あなたの水を感謝します。主よ、聖霊様感謝します。あなたがどうぞ私たちを連れて行ってください。主よ、特にあの誰も行ったことがないところ、絶対道ないから行けないでしょ。そしてそこには野の獣とかジャッカルとかダチョウとか変なものがあるからそこには行かないよってみんなが言ってたところに、聖霊様の水によって私たちが連れて行かれちゃうことを感謝します。そしてその水を飲んだ時に彼らが神を崇めるとイザヤに書いてありますから感謝します。主、あなたにできないことはないんです。あなたにできないことはありません。それが真理です。私たちはそのように生きています。そのように生かされています。あなたの御言葉が真実であることをあなたが成就してくださいます。私たちの頑張りではなく信仰もプレゼントですから感謝します。信仰も与えられるものです。神の言葉は豊かにあります。もう御言葉の聞きではありません。感謝します。感謝します。本当に命のパンのイエス様が聖霊様によって私たちの中にいますから、御言葉であるイエス様がいつも私たちのうちにいてくださいますから感謝します。ハーレルヤ。先ほどのうちゃんは主を喜ぶことはあなた方の力ですというふうに御言葉を語っていましたけれども、今ちょっと感じていることは、特に今その荒野の真っ只中、またはその敵から逃れてもう洞穴で隠れて暗いところにいる、その洞穴の中にいて、そしてどう考えても状況の中にこれは喜べるわって自然に喜びが湧いてくる、肉の思いでも喜びが湧いてくる、そのような状態じゃないところにおられる方、詩編の23編には死の谷を歩く時もあなたが私の慰め、あなたが杖ですと書いてあるところもありますが、その死の谷を歩いているそのような方に、そのような方がそのような状況の中にあっても死を喜ぶことがどれほどの力であるか、その死の中だからこそ見つけることのできる主にある喜び、それを発見する、そしてそれがどれほどの力であるか、荒野に歩いている時だからこそその時でしか知ることのできないイエス様、あなたの親密さ、あなたの親切さ、あなたの守り、またあなたの備え、あなたにしか見つけることのできない慰め、平安を受け取る、その恵みが今あふれていることを宣言します。今まさにその状況のただ中におられる方、今もう離婚の調停をやっている最中の方、もう今友達とすごい親友と一番傷つけられたし苦しい人に傷つけられた思いがある人、今経済的にとても困難を感じている方、または病のところに伏せておられる方、肉的な状況において、こんなもん喜べるかっていう状況におられる方、その方こそ神の領域、イエス様あなたの懐の中にしか見つけることのできない主の喜び、それがどれほどの力であるかを発見する、新しく発見する、その恵みが十分あることを宣言します。宣言します。今その啓示の御霊をその方のところにも深く深く望んでくださいとお願いします。そして本当に敵のいる前で晩餐を用意してくださる主の恵みがどれほど大きいものか、そのことを知ることができるように、そして敵のいる前だから主が用意されたその晩餐がどれほど富に満ちているか、どれほど美味しくて、どれほど慰めになり、どれほど私たちを勇気づけ力づけ栄養となるかを知ることができますように、イエスの御名によってお祈りします。あやちゃんが語ってた時にその鍵穴が見えたんですね。でその鍵穴をその開くためのその鍵
のことを考えてたんですけど、なんだかそれはね、こうイエス様ご自身がもう開けますよみたいな、なんか時々私たちももちろん自分で限って開けることできるんですけど、なんかすごくその神ご自身の熱心さ、その万軍の主の熱心さがそれを行うって書いてあるとか聖書にもありますけど、私たち時々神様がどれだけやる気満々なのか忘れちゃうんですよね。イエス様も私たちのために死んでくださった、そして父なる神は御子をくださった、聖霊様は私たちのうちに住んでくださる、どれだけ神様がやってくれてるの、働いてるのって忘れちゃう時があると思うんですね。でもその安息を、その神様が鍵を開きますってこと、私たちが頑張って鍵を開けるんじゃなくて、神様イエス様やる気満々なので、主の良さが、主の恵みが、今のあなたの状況が変わる、また前進する、脱出する、そのための鍵を今主が開いていることを宣言します。ですから主を感謝します。私たちの頑張りではなく、断食や祈りや捧げ物ですらなく、もうあなたの恵みとあなたの愛と、あなたがやってくださることですから感謝します。感謝します。感謝します。今週も1週間、主はあなただけを信頼して、私たちがますます前進することができるように、一緒にいてくださる神様、ありがとう、感謝します。感謝します。では、バイバーイ。